はじめに当社の原子力発電所の事故によりまして発電所周辺地域の皆様そして広く社会の皆様に大変なご迷惑ご苦労を今なおおかけしております改めて心より深くお詫び申し上げますまた電気料金の値上げをお願いするにあたりましてお客様に多大なご負担をおかけしております当社といたしましてはお客様に ご理解いただけるよう、丁寧に何度でもご説明させていただきたいと考えております。一昨日、総合特別事業計画の認定をいただいた際に、新しい経営体制の下で徹底した合理化を進め、賠償、廃止措置、安定供給、この3つの責務を同時に全うしていくということを通じまして、 社会の皆様の信頼回復につなげてまいりたいと申し上げました。そのためには安定した財務基盤等を再構築することが不可欠であります。しかし残念ながら、現在当社の置かれております出資状況は、火力電源の依存度の高まりに伴います燃料費の大幅な負担の増加などによりまして、構造的かつ危機的な赤字の状態に陥っており、 これを何ととしてても早期に立て直すすいいう必要がございます今後、先ほど申しました3つの責務を全うさせていただくためにも、徹底した情報の開示、少しでもお客様のご負担を軽減できる料金メニューの提示、それから経営合理化の徹底、これを前提としまして、最低限の料金の値上げをお願いすることとし、 本日、経済産業大臣に対しまして、本年7月1日を実施日とする、規制部門の料金の値上げに関わる電気供給約款の変更について申請いたしました。